はい、集合、はい、集合、ドーン！はぁ？え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、何今日の試合？え？とんでもない、もう爆発的にひどい負け方しました、今日。今季ワーストかもしれない、普通に。うん。いや、もう本当にありえない。正直、ペイペイドームから、東寺町駅に帰っていくホークスさんの人に、ちょっと安当たりで2発ぐらい殴っちゃいました、正直。はい。いやー、こんな負け方あるんですね、本当にね。さっきからね、携帯にね、孫オーナーからの着信が鳴りやみません。はい。全部無視してるんですけど、いや本当どうしてこんなことだったんでしょうね。未だに死になりません。夢だったんじゃないかなって、多分そのうち冷めるんじゃないかなって。夢ならばどれほど良かったでしょう。今日はねちょっとじっくり振り返っていきますよ。ホークスの先発は大関、最近夏バテ気味のね先発が多い中、数少ない計算できるピッチャー大関、ほんまに今日は頼むぞと思ってたんですが、初回ね2アウトランナーなしの状況から3番清宮にフォアボール出したぞと。あーいやんーちょっとねここで絶好調のレイエスに回るなら非常に怖いんですけど、まあまさかね、いくら好調やってもそんな都合よくいきなりホームランなんて打てるわけがありました。ホームラン。レイエスバケモンやろこれも。何本打つねんあんたもん。8月からさ、ちょっとねこれ本当レイエスには申し訳ないけど、これをこのまま野放しにしていくわけにあかんと。ということで、まあレイエスはねもう次の試合から木製バットではなく金魚すくいでバッティングを行っていただくようによろしくお願いいたします。はい、レイエスならいけるよ。うん、レイエス君なら金魚すくいでも打てる。わしが保証する。次の試合から頑張ってんの。さあいきなりね2点先制されましたよと。お前これどないすんねん思ってながら見てたんですが、なんと相手先発山崎幸也から今宮健太ホームラン、栗原涼也ホームラン、そしてそこからランナーを貯めて満塁のところで石塚総一郎3点目タイムリー。お見事、美しすぎる攻撃や。そういうのをやると。わしは毎回言っとんねんな。こういうのよねんよ、こういうので。で、石塚が打った時点で、なおもうワンアウトランナー丸い。もうここで、もう一本長打でも出れば、この試合決められるぞと。もうここで一気に決めきるよと思ってたんですが、海のショートぐらい。負けないセカンドゴロ。おい！いやー、犠牲フライでもいいから。内野ゴロとかでもいいから、ポテンヒットとかでもいいから。もう1、2点取りたかったところですね、ここは。うん。今思えば、全体的にね、こういうチャンスで、さらなるダメ押しが、もう一押しが、足りなかったんじゃないかなと、そう思いますね。まあ、ただ3回裏ね先頭打者山川穂高だったんですが、初球フワーっていうスローカーブ投げて待ちきれずに引っ張り横ファール。いやこれは今日疲れましたなと。まあさすがに2球続けて今の球来ることはないやろうと思ってたら、またフワーって、ね、続けてきました。これはさすがに舐めてるぞと。穂高お前これ打たなかったら芝くぞ思ってたらね、バカーン！打球はぐんぐんレフトへ。完璧なソロホームラン。第35号スコイと。素晴らしいバッティングやホタカ。今日に限り、中洲で3度スコイは許しましょう。オーナーのポケットマネーで。これにとどまらず、ワンアウト三塁っていう状況で、石塚がね、またサードゴロ放って、いいボテボテ具合でね、サードがホームに送球するも、クロスプレー間に合わずセーフ、5点目を入れましたよと。で、さらに大関はね、ピッチング頑張って、6回まで、レイエスにしかヒット許さなかったんですかね、結局。6回投げて、2失点という、好ピッチングにまとめてくれました。いやー、正直これは、勝ったな。あ、勝ったわ。これで。2チャムと11ゲーム差、マジックは13。いやーもう昨日負けた時はどうなるかと思いましたけどね。これでこのカード1勝1敗の5分で気持ちよくね、終わるさやな思ってたんですけど。5回裏とかね、先頭山川穂高のサードゴロ、相手サードが送球エラー、続く今度はフォアボール、続く正木もフォアボール、で、ノーアウトランナー満塁勝負。もうここで点取って、今度こそ息のね止めたろやないか思ってたら、石塚三振。あ、石塚に関してはね、もう2打点上げてたんで、今日の働きとしては十分。まあまあ石塚ええよ。ただー海のは打てよと。犠牲ぐらいでもいい。ボテボテの内野ゴロの回得点でもいい。頼むから何か起こしてくれよと思いながら見てたら、ショートぐらい。海の、お前もうちょっと打たんか、お前。それキャッチャー考えること多いから大変なの分かるよ、わしだって。ただ、さすがにチャンス潰しすぎです。打率も1割台中盤です。これじゃいかんと、さすがに。一軍のスタメン出てる選手の一人として。というわけで、海野はね、わしが打撃理論について語った5時間のビデオ、もうビデオデッキが擦り切れるまで繰り返し視聴すること。次の出番まで。まあ一回見ただけじゃ、どうせ理解できないんで、まあ5時間を、まあ100セットぐらい見てもらいましょうかね。うん、それが出るまで、打席に立つことは許しません。で、続くマケラもセカンドゴロ。無得点と。今思えばね、このチャンスでね、少しでも点取ってればまた違った展開だったのかもしれないんですがね、本当にね、悔やまれるばかりですよ。7回は杉山が抑えて、8回もね、ヘルナンデスが抑えて、まあ、中継ぎ頑張りました。さあ、ここで、9回表、松本幸守護神出てきました。まあ、これで3点リードですよ。さすがに勝つと思うじゃないですか。ただ、松本幸守、いきなりフォアボール。しかもこれただのフォアボールじゃなくて明らかに様子がおかしかった。ね、もう球速も142とか3とか5とか、そのぐらいしか出てなかった。松本といえば今シーズン自己最速159キロを記録した男がですよ。明らかに様子がおかしい。すぐさまピッチャー交代、大山。で、これ試合後に分かったんですけどね。まあ松本幸ね、こう1ヶ月も
も元からちょっと右肩の痛さがあったみたいも騙し騙しやってたらしいんです。それがついに限界を迎えてしまったと。なんてこった。でその後ね出てきた大山だったんですがね、変わってすぐのマルティネスはノースリーからレフトフライ打ち上げてくれて助かったんですが、その後は、代打様にツーベース、タミヤにセカンドゴロ内野安打タイムリー、石井和成にタイムリー、そしてその後万波のショートゴロの間に同点にされ、ピッチャーここで岩井に交代でですよ。この岩井 VS 水谷だったんですけど、いやーねー、2-2からワンボール2ストライクからの4球目、あれね、あのスライダーだったと思うんですけど、水谷ね、あのバット回ってたと思うんですよ。ただ、主審有隅の判定はボール、一塁審確認してはボールで、直後に勝ち越しタイム入れてありましたよと。いや本当ね、今日一番のね悔やまれるポイントはそこでした。しまった、累進買収してなかった。累進さえ手なずけておけば、わしが申し訳ございません。皆さん、ホークス監督この曲を生まれて初めてのミスです。次回からねちゃんとね、これね、これね次回からね抜かりなくやっておくんですので、ね、安心してください。でまあ1点まででとどまっていればよかったんですが、続く清見にまさかのツーランボーン。清宮打ちすぎやろ、ほんま、やばすぎるやろ。いやもう最近の西山の躍進を支えてるのがこの清宮レースですね。怖すぎるわ。ていうかもうホークス今シーズン西山に何本ホームラン許してるんですか。これ9回表だけでまさかの6失点。当然ホークス追いつく力なく敗戦。このカード2連戦両方負けてしまいました。でしかも松本幸がね右肩2で登録抹消、一応ねあの最短の10日で復帰を目指すみたいですが、まあ、倉野君曰くまあ、どうなるかまだわからないとのことです。いやちょっとしんどすぎるて。夏場元の守護神オスナがいなくなっただけではなく、代理の守護神の松本もいなくなってしまいました。え、これ誰がやんの次守護神。誰、杉山、藤井はいなくなっちゃったし、これ中継ぎ大丈夫。でもこれわしが投げるしかない。じゃあ答えわし、代打俺じゃなくて。これはね、まあプロ野球史新たな歴史の1ページを刻むしかないかもしれないですね。それにしてもしんどい試合でした。まあ、わしは気晴らしに今から中洲で小高と一緒に遊んでこようかなと思います。ちょっとリフレッシュしてね、明後日からはまた皆さんに価値を届けれるように頑張るので、引き続きお会いをします。あしゃね、しゃないよ、ガツイマルバー紛れまる143試合もあるからな。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほんでまた、よろしくです。